なおじは日本の犬埼玉県引群嵐山町にて愛玩犬として飼育されていたが、飼い主の息子である声優、杉田智和が自らの出演するテレビやラジオで話題に出し、後には智和と共演するとともに、自身をモデルにしたフィギュアが発売されるなど、タレント犬としての一面を持った。オスの雑種の犬である。同時に多数の兄弟が生まれたため、 母犬の飼い主は子犬たちを里子に出すことにした。子犬たちの新しい飼い主を募集したところ、母犬の飼い主の職場の同僚が名乗りを上げた。この同僚は、多数の兄弟たちの中から、一番可愛いと感じた一匹を選び、その犬を引き取ることにした。この犬が、後にナオジと名付けられることになる。新しい飼い主の下、ナオジは愛眼犬として飼育されることになった。 なお、この新しい飼い主は、杉田智一の父であり、当時は、杉田はまだ大学生であった。その後、杉田は、声優として活躍するようになったが、杉田が、レギュラー出演する、ラジオ番組などで、たびたび直司に言及したことから、直司の知名度も上昇した。2012年から放送が開始された、インターネットテレビ番組、4 g a m e t v 突然、物比ガン。 では、オープニングに登場を果たし、毎回紹介されるなど、事実上のレギュラーとなった。ラジオ番組、杉田智一の兄ゲラディドゥーン。でも、たびたび話題に上ったことから、2015年4月19日に開催された公開録音イベントでは、ナオジと共に写真が撮れるという触れ込みの顔はめ看板が登場した。このように、 マスコット的存在として親しまれるようになった。その影響から、アイタスが運営する 4gamer.net のテレビコマーシャルに起用されることが発表された。この CM においては、ライターのマフやカジタと共演しており、もともと人間だったがズソで犬の姿に変身させられた登場人物を演じている。なお、この登場人物が犬から人間に戻ってからは、 代わりに、杉田が演じている。また、漫画家の羽根、運の地下が直樹を描いたイラストも登場している。なお、このテレビコマーシャルの映像は、普段直樹が飼育されている杉田家の和室にて、撮影された。このテレビコマーシャルは、2013年5月より、キッズステーションにて放映が開始された。さらに、朝日新聞のシリーズ企画、家族の肖像に取り上げられることになった。 2013年5月23日には、杉田と共に直司の写真が掲載されると共に、杉田が直司について語るインタビュー記事が掲載された。さらには、アートボックスによりフィギュア化されることが発表され、2015年7月に、1、12モデルとして発売された。なお、アークシステムワークスが発売した、プレイステーションビータ用ゲーム、月影学園、コウマイナスにおいては、 スペシャルサンクスとして直字がクレジット表記されている。2018年9月6日、杉田がツイッターのツイートで亡くなったことを公表。17歳ボーツ。ありがとうございます。